どうも、片倉学生です。ダイエットでは意志が弱くて自分が好きなものを我慢できずに食べてしまうという人が結構多いんですよ。僕のお客様の中でもなんかついつい食べ過ぎてしまって、で、なんで食べ過ぎてしまったと思いますかって聞いたら、自分の意志が弱いからとか、やる気スイッチが入らないからっていう風な回答をいただくんですけど、で、今回はその人たちに向けて、そのやる気が起きない、その意志が弱い人たちでも痩せる方法について話していきたいと思います。で、そもそもなんですけど、実はやる気がない、意志が弱いから痩せないわけじゃないんですよ。例えば何か食べ過ぎてしまったとするじゃないですか。で、それって正直しょうがないんですよね。その好きなものが目の前に置いてあったり、例えばスーパーとかでお菓子コーナーに立ち寄ったら、ついついお菓子を買いたくなるってのは普通そうなんですよ。そのタバコ吸ってる人が禁煙したいのに、タバコの箱を目の前に置いたら禁煙できないのってのは普通じゃないですか。だって目の前にあるんだもん。それって意志の強さとか関係ないんですよね。その、食べちゃうのが普通なんです。その、良い悪い、強い弱いじゃなくて。じゃあ、痩せるためにはどうすればいいのって話になるんですけど、それ意志を強くするじゃないんですよ。その、目の前にお菓子を置かないことなんですよね。例えば、その自宅に、ついつい家にいたらお菓子を食べちゃうんですよねっていう人は買い置きをやめる。で、帰り道、仕事の帰り道にどっかスーパーとか寄っちゃう、その目の前にお菓子の町岡とかがあって、ついついお菓子を買いに行っちゃうのであれば、そこを通らずに家に帰るとか。で、外食の予定が多いんですよねっていうのであれば、自主的な外食を控えるようにする。もしくは友達によく誘われるのであれば、友人に相談する。今ダイエット中で外食は控えたいんだと。つまり、大切なことって自分の意志を強くして目の前にある誘惑に打ち勝つことじゃなくて、そもそも誘惑に近づかないことが大切なんですよ。で、一番の悪手が、その自分が食べ過ぎた後に、自分の意志が弱いから食べちゃったんだって考えることなんですよね。で、それってなんですかね、自分を責めているので、なんか反省しているような気持ちにはなるんですけど、実際反省もしないし何もならないんですよ。その、何も対策を取らない。もう問題を放置しているのと変わらないんで。道を歩いてて落とし穴に落ちちゃったら、まずやるべきは、ああ、落とし穴に落ちちゃったなって凹むことじゃなくて、その落とし穴を埋めることなんですよ。そうすれば同じ道を通っても落とし穴に落ちることはないんで。それと同じで、まずは対策を打つことが必要なんです。その自分の意志が弱いとか、やる気スイッチが入らないとか、そういう話をする前に、まずは具体的な対策を打つようにしましょう。その自分が好きなもの我慢できないのであれば、その好きなものを食べない状況を作る。買い置きをしない、外食を控える、食べ放題に行かないとか、そうすれば意志が強かろうが弱かろうが、やる気スイッチが入ろうが入らなかろうが、痩せることができます。なので、まず自分の意志に責任を求めるんじゃなくて、何かトラブルが発生した、食べ過ぎてしまったのであれば、次同じ問題を繰り返さない工夫をするようにしましょう。